もこさん疲れてるんですよ、絶対。いや、全然疲れてないんで、なんかむしろ目は覚めていくんだけど、なんかね、ごめんね、死んじゃって毎回。いや、全然、今の仕方ないし。まあ、もうなんかダメなこと全部やっちゃったから、スクリームで。逆にこれ本番でしくじらない気がしてきた。いいっすね、うん、失敗したことやってやっぱ学べるんで。そう、練習っすよ、練習。そう、練習っすもんね。野球でいうところのオープン戦みたいなもんですよね、うん、オープン戦でだって首位打者になっても別にシーズン始まったらね、その最初の数試合無難だところで2軍行きみたいな選手いっぱいいますもんね。そうそう、オープン戦で別に優勝してもだって リーグ最下位とか全然あるから、うん、その逆もあるし。野球の話になったら急にめちゃくちゃ早口、うん。いや、まあ、でも、要は、結果じゃない舞台ってことですもんね。ここはまだ。まあ、ここはそうですよ。どれだけ取っても関係ないですから。そうですよね。そう。本番は結果っすね。そうやん。本番は結果っす。うん、本番は結果だけ。本番は結果です。オッケー。マジで、あざますわざわざ。すみません。天月さん、マジで3試合もお付き合いいただきありがとうございます。大丈夫です、大丈夫です。はい。明日頑張ってください。頑張ります。分かった、自分たちです。そう。見届けてください、俺たちの優勝を。取ってもらって。はい。逆に20位だったらどんな顔すればいいんだろう。え？まあ、なかったことにしましょう。うん、チーム名はなんで終焉なんすか？まあ、終止符を打つって意味で、本当に。おー。シアルカップエーペックスっていうのが最後って聞いたんで、そうですね。それを、俺らが、終わらせるなっていう、はい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 、そういう強い意志ですね。はい。あと終わらせるっていう意味らしいです。はい。かっけえ。なんでまあ、ちょっとね。でもそうか、地域軍も俺も初参加だしね。そうです。なんか、申し訳ないよな。なんか、初めて入ってきた新参のくせに優勝かっさらって終わらせていくっていう。確かに。もう歴史ある、歴史優勝あるCLカップをさ。かっさらってもらって、うん、もらいますわもらいます、うん